イパーティーでございます。今回はムニエルとウッドデッキで添い寝というチルアウト動画でございます。ですが今夜は寝かさないぜってな具合でパーティーが喋り倒します。それではレッツラドーン。レッツラドーンっていうか最近のですね朝のルーティーンですね。まずお散歩に行って朝ごはんを食べてボールで遊んで暴れ倒してその後にムニエルを寝かしつけるんですけれども、寝かしつけるとか言っちゃってパティーノが大体先に寝てしまうんですよ。恐るべしアニマルセラピーでございます。でもねこれ見てくれたらわかると思うんですけどめっちゃ眠くなりますよ見てると。はい、この時にねパティはいつも思い出すパティのお父さんのお気にのセリフがあるんですよ。寝るより楽はなかりけり、浮世のバカが起きて働く。こんなのですね24時間働けます国家の日本じゃ通用しないと思うんですよ。ムニエルにこのセリフを言わせてみましょうか。寝るより楽はなかりけり、浮世のバカが起きて働く。はい、これどうですか。めっちゃ説得力ありますよね。やばい、ほんと24時間働けます女だったパティもね、最近は寝るより楽はないよねみたいな気持ちになっております。でね、この着流しの浴衣を着てるようなパティのお父さんのセリフなんですけれども、そんなことを言いながらねパティのお父さんのお気に入りの T シャツの胸には体力、気力、努力って書いてるんですよ。この T シャツを毎日毎日着て毎朝10キロ走ってたんですよ。80歳過ぎるまで頑張りズムもほどほどにねお父さんって感じですよね。でね、この体力、気力、努力って言葉を思い出した時に、あれ？これってギャルの三ヶ条と一緒じゃない？と思ったんですよ。これね調べたらノリと勢いと根性なんですよ。なんと根性しか一緒じゃなかった。パティのお父さんギャル説崩壊の瞬間でありました。でねこれ確かに、ノリと勢いと根性だったっけと思ってエッグの編集長のインタビューとかをいろいろ調べてた素晴らしい言葉がありましたね。後先考えるのって意味なくない？どうですかこれ。これもねムニエルに言わせてみましょうか。後先考えるのって意味なくない？これ無責任なセリフになりますよね。ムニエル後先考えようぜみたいな気持ちになりますけど、まあパディも後先考えるの意味なくない、ノリと勢いと根性で行こうぜって思います。これさちょっと眠りかけのムニエルにいろいろセリフ言わせてみるの面白いなと思ったんで、ちょっとパリス・ヒルトンの名言言わせてみてもいいですか。こちらです。ルールはこれだけ、決して退屈な人にはならないこと。どうですかこれ、説得力あるのかな。ちょっとわからないですけれども、ほんとね退屈な人にだけにはなりたくないですね。パリス・ヒルトン偉い。こりゃね面白いぞと思っていろんな人のね名言言わせてみようと思って名言調べたんですよ。でもちろんね我らが夏目漱石の名言言わせたらいいんじゃないと思って調べたんですけれども、ほんとあの男と来たらいけすかない男ですよね。まずね有名な名言、I love you を月が綺麗ですねって訳したっていうね、あれ愛してるって言えないんですか。やっぱり愛っていう言葉をねはっきりと言える人間じゃないといけないと思うんですよ。パティはよくね愛のことを愛情っていう言葉で言う人いるじゃないですか。情なんてもんじゃないで、愛は愛、愛とはっきり言いましょう。やっぱりね夏目漱石ははっきり愛してるって言えない男なんですね。それが日本人のいいところですか。あのですね日本人ははっきりものを言わないところがいいところみたいに言われてますけど、それって第二次世界大戦前のちょこっとの時期だけなんですよ。その前のね江戸時代とかもう奈良時代とか平安時代とか、とにかくものをはっきり言う、それが日本人の美徳だったはずなんですよ。もうこれね夏目漱石も夏目漱石の悪口言い出したら止まらないんですけど、どうなのこれ、 YouTube チャンネルで夏目漱石の悪口言うってこんなこと言ってたら登録者数減っちゃうんじゃないって思ったんですけど、そもそも夏目漱石が好きな人っているのかなっていうことを思いました。でもね本当は斜に構えた嫌な男だなと思いました。なので夏目漱石の名言なんて言ってなるものかと思っております。では今回はこの辺です。さらばい、パディでした。はい、今回はチルアウト動画とか言いながら最終的に夏目漱石の悪口で白熱してしまって、さらにエンディングまではみ出してしまいました。どうですか今日はね、そのお詫びといってはなんですが、おまけ動画をつけております。いちごを食べるムニエルくん。
これ即興ソングですね。はい、というわけで皆さんまたお会いしましょう。パリレ